どうも、わたくわです。今回はね、こちらのノコギリクワガタの紹介をしていこうと思います。こちらね、ノコギリクワガタ、僕のね、あの近所の、クヌギコナラの雑木林で、採集してきた個体になります。今回はね、こちらのノコギリクワガタの紹介と、飼育方法をね、簡単に紹介していきたいと思います。ノコギリクワガタは結構ね、日本に広く生息しているクワガタで、北は北海道から、南はね、九州の方まで生息してます。島だったら伊豆諸島とか、あと五島列島とか、結構ね、南の方に生息していて、トカラ列島から先になってくると、またね、ちょっと別の種類の奄美ノコギリクワガタの亜種っていう扱いになってきます。はい、日本のノコギリクワガタっていうのは、このね、ノコギリクワガタ以外にも、奄美ノコギリクワガタと、あと八重山ノコギリクワガタってやつと、あとは八丈島に生息している八丈ノコギリクワガタっていう4種類がね、記録されていて、細かいところを言うとね、もうちょっと島とか産地によって細かい亜種に分かれてるんですけど、本州に生息している一番メジャーなノコギリクワガタが、この、ね、普通のノコギリクワガタになります。結構ね、個体によって真っ黒な、色の個体もいれば、こいつみたいにね、結構赤みが強い個体もね、いるんですよね。結構ね、ノコギリクワガタって、特にね、オスの顎の形は体のサイズが大きくなると、こういう風にね、湾曲するような形になって、である程度ね、ちょっとちっちゃい個体だと、こいつみたいに細長い湾曲がね、少ない形の顎の形になるんですよね。飼育する時もどのくらい大きく育つかによって、結構ね、顎の形質が変わるっていう面白い特徴を備えた、クワガタになります。で、飼育は、結構ね、採集もかなりね、簡単な方のクワガタなのかなと思って、平地だったら7月6月の中旬頃から、7月8月頃までね、結構採集できるクヌギとかコナラの雑木林とかでね、樹液を探せば、コクワガタとかカブトムシと同じくらいね、生息数がいるような、すごいメジャーなクワガタになるかと思います。で、今回はね、この夏ね、樹液で近所の、雑木林の樹液でちょっとね、オスとメスをね、採集してきたんで、メスのね、産卵方法も紹介していきたいと思います。それではね、ちょっとこのメスの産卵方法、産卵セットの組み方についてね、紹介していきたいと思います。はい、それではね、ノコギリクワガタの、卵を産むケース、産卵セットを作っていこうと思います。こちらね、産卵セットっていうのは、要はちょっとね、大きめなケースを使います。今回はこれ、コバエシャッターっていう容器の、小サイズですね。このね、フィルターが2つ、入っているタイプの、ケースを使って、産卵セットを組んでいきます。で、ノコギリクワガタっていうのは、結構ね、マットに産卵する。マットっていうのは、クワガタカブトムシを飼育するときに使う土のことを、総じてね、マットっていう言い方するんですけど、ノコギリクワガタはね、土にすごい産卵しやすい種類なので、今回ね、マットだけで、産卵させたいと思います。で、今回使うマットは、こちらもうね、おなじみのマットなんですけど、こちらね、産卵一番っていう、マットになります。僕は専門店のホームページから、通販でね、いつも購入させていただいているマットで、だいたいね、10リットル、900円くらいする、商品なんですけど、これね、結構いろんなクワガタがこれだけで産卵してくれるのでおすすめです。我が家では平田クワガタとか、あと細赤クワガタの仲間とか、あとノコギリクワガタもね、外国産のノコギリクワガタもね、結構この産卵一番があれば卵を産んでくれるんでね、マットに困った方はちょっとね、通販でこの産卵一番調べていただけるといいんじゃないかなと。それではね、産卵セットを組んでいきましょう。じゃ、まずはね、この産卵一番開けていきましょう。全部出します。で、大体ね、今回開けた袋は、これ土が10リットルくらい入ってるんですけど、今回使う、このね、コバエシャッター中ケースだったら5リットルくらいで大丈夫なのかなと思います。ちょっとね、全部開けちゃったんで、今回ね、これ全部しっかり加水していきたいと思います。加水っていうのは、このね、マットに水分を加えることですね。このマットね、そのままだと結構ね、乾燥していて、あれなんですよ、もうちょっとね、水分を加える必要があるんで、今回は10リットルのマットに対して水をね、1リットル入れていきます。
ジャーっと、これ結構ね、そのどういう水を使ったらいいかって困る方いると思うんですけど、僕は普通に水道水そのまま使っちゃってます。人によってはね、天然水を使ったりとか、カルキが入ってない、消毒されてない水を使ったりする人もいるんですけど、国産のノコギリクワガタとかだったら結構水は何でも産卵してくれるような、ね、気がするんで、水道水でも、そんなにね気にしなくてもいいのかなと思ってます。で、今これ水をジャーって入れただけだとちょっとね、こういう風に水がね塊になって、このマットにダマができちゃうんですよね。で、これダマができちゃうとマットの中でも水分がねかなり偏っちゃったりして、その水分偏っちゃうと何がいけないかっていうと、これね、ダマの中ってすごい水分が多いんですよ。ギュッて絞るとこういう風に水滴が垂れるくらい水分がね多い場所とかがあったりすると、ここからマットが再発酵しちゃうというか、マットの中にいる微生物が水分多いところだけですごい活発にバクテリアとかが動き出しちゃって、そこでね、このねマットの劣化がすごい進んじゃうんですよ。で、そういうことが起こるとクワガタもね、あんまりねそういう場所だと産卵したくなくなっちゃうんで、均一にね水分が、なるようにちょっとねダマを潰しながら、水分をなじませて、このねマットが嫌気発酵しないように、再発酵とか劣化とかしないように、ちょうどいい水分量になるようにちょっとね水分をね慣らして、ダマを崩して水分をね均一化させていきます。今回ね僕素手でやっちゃってるんですけど、種類によっては結構ね、その人間の手っていうのは結構雑菌がついてたりとか、手に油とかがついてたりするんで、あんまりねクワガタに対して良くないみたいで、結構ねそのマットのより好みをするような神経質な種類だとあんまりね素手でマットをかき混ぜない方がいいんですけど、今回はね国産のノコギリクワガタ飼育するっていうことなんで、ちょっと素手でやっちゃってます。大体のクワガタはね素手でやっても全然ね産卵してくれるんですけど、一部のクワガタ、例えばネブトクワガタとか、あとは丸バネクワガタとか、ツヤクワガタとかね、マットのバクテリアにかなり依存するような種類とか、マットにね敏感な種類なんかは素手でやるとそのマットのバクテリアが死んじゃったりとか、何かね良くないことが起きるんじゃないかっていう話もね聞いたことがあるんで、ね、いろいろ心配な方はゴム手袋とかね、ビニール手袋とかをして土を触るといいのかなと思います。あと幼虫とかを触るときもなるべくね手の雑菌が幼虫につかないように、素手よりは手袋とかをつけて扱った方が無難ではありますね。だからといって素手で触ったら絶対死ぬっていうわけでもないんで、そこはね皆さん次第というか、考え方いろいろね、なんかその人の考え方次第なのかなと思います。そうですね、はっきりとしたことはね正直あんまり分かってない部分でもあるんですよね。はい、こんな感じでね、だいたいこのマットの水分量均一になりました。だいたいマットはギュッて握った時にこういう風にね塊ができて、軽くねこういう風にほぐれるくらいの水分量がいいと思います。これが例えばグーって握った時に水滴がねポタポタ垂れるくらいだとかなりね水分多すぎるんで気をつけましょう。またグーってやった時にこういう風にね塊ができないで簡単にね崩れちゃうような感じだったら、もしかしたらねノコギリクワガタに対しては水分少なすぎなのかもしれないんで、このくらい、産卵一番だったら10リットルのマットに対して水を1リットルなんですけど、他のねマットだったらもうちょっとね入れる水の量は変わってくると思うので、どういうマットを使うかによって入れる水分の量っていうのは各自ね調節した方がいいのかなと思います。それではねこちらのコバイシャッターにマットを詰めていきたいと思います。はい、でこちらマットを詰める時なんですけど、ノコギリクワガタの仲間は結構ねそのマットを固く詰めると、その固く詰めたところに卵を産んでくれるっていうことが結構あるんですよね。なのでまずね下の方をこう手で強く押してもらって固くマットを詰めていきます。はい、この時ね結構ね体重かけちゃってもいいんですけど、
これね、コバエシャッターとかのこういう基本的にね、虫かごっていうのはここに足がついてて、真ん中がね、ちょっと浮いてるものが多いんですよね。こういうケースは上からね、まっすぐ力を入れてしまうと、力入れすぎると底がね割れてしまったりすることもあるんで、まあ、割れない程度の力でちょっと詰めてあげましょう。まあ、種類によってはね、硬く詰めすぎると逆に産まないっていうこともあるんですけど、まあ、国産のノコギリクワガタだったら、ね、結構硬く詰めちゃってもいいのかなと思ってます。このくらいまで、結構硬く詰めました。でこっから上はちょっとね、柔らかめに簡単にね押して固めてあげて、こんな感じですかね。はい、まあ、上の方を柔らかく詰める理由は、最初にね、メスが潜るときに結構ね柔らかく詰めると潜りやすくなるんで、こんな感じで詰めてます。はい、じゃあここに、これでね基本的には産卵セット、ここでねメスを入れたら産んでくれるんですけど、このままだと結構ねマットの上ってクワガタがひっくり返った時にすぐね起き上がれなくなっちゃって、転がってるうちに体力を、ね、消耗しちゃうっていう事故が起こるんで、今回ねこちらの水苔ですね、これ結構水分染み込ませた水苔なんですけど、これをねこういう風に入れていきます。水苔はこれホームセンターとかで行けば結構ね園芸コーナーとかで乾燥した水苔が売ってるんで、それをね水を入れてふやかしたものをこういう風に使ってます。クワガタが転んだ時に起き上がれれば何でもいいんで、まあ、水苔じゃなくても木の樹皮とか落ち葉とか、あと木材とかなんかねそういうものを入れてあげるといいんじゃないかなと思います。で最後にゼリーを入れてあげましょう。こちらね昆虫用のゼリーですね。で僕はこのプロゼリーっていうのをよく使ってるんですけど、昆虫用のゼリーだったら結構何でも大丈夫なのかなと思います。ただね最近はその専門店などでクワガタカブトムシ用のゼリーでは高タンパクって言われて、ね、これもねここに高タンパクって書いてあるんですけど、高タンパクのゼリーを使うと結構ねクワガタカブトムシの産卵数が多くなるっていう話も聞きますね。まあ、実際のところはどうかわかんないんですけど、やっぱりねクワガタカブトムシが卵を産む時っていうのはかなりねタンパク質を必要とするみたいで、そういった意味でもタンパク質の多い餌をあげた方が卵をねたくさん産むんじゃないかって言われたりしてます。はい、じゃあこれでね産卵セット、完成です。よいしょ。はい、それではね産卵セットに、メスを投入していきたいと思います。まあね、こちら今回はこのメスっていうのが野外で活動してる個体を採取してきたんで、おそらく野外で成長採取してきた個体っていうのはもうね野外で交尾をしてる可能性っていうのがかなり高いので、今回はこのオスとね交尾とかはさせないで、もうメスだけをそのままね産卵セットに入れていきます。まあね、もしね幼虫からノコギリクワガタを飼育していて、しっかりね繁殖させたいっていう場合は、オスとメスをね同じケースに1週間くらい、同居させてあげて、そこでね交尾を確認してから産卵セットを組むっていう方法もあるんですけど、まあ、今回はね外で取ってきたメスをそのまま産卵セットに入れるっていう方法でやっていきたいと思います。じゃあねこれで蓋をしましょう。まあね、こんな感じで、まあ、我が家ではノコギリクワガタこういう産卵セットで、産卵をさせています。で大体ね早いと本当に1週間くらいでこのねケースの側面とか裏から卵がね確認できたりするんですよね。で卵はだいたい3週間くらいで幼虫が孵化する印象です。なのでまあこの状態でね、そうですね、1ヶ月くらいはちょっと様子を見てゼリーがね減ってきたらゼリーの交換だけを行って、で1ヶ月経ってこのねケースの裏とか側面からちっちゃい幼虫が確認できるようになったら、一度ねこのケースをひっくり返してみてこのねメスを取り出してあげて、で幼虫とか卵を回収してあげるといいんじゃないかなと思います。まあね、今回はこちらのノコギリクワガタの産卵させ方の動画になりました。
まあね、うまくいけばね、このセットで、まあ、30匹とか40匹の幼虫が取れると思いますので、ちょっとね、楽しみにしていてください。またね、1ヶ月後くらいに、このノコギリクワガタのね、この産卵セットの割り出し動画を、公開しようと思いますのでね、まあ、ちょっとね、どうなるかわからないんですけど、僕もね、本当に、あとは祈ることしかできないんですけど、まあ、楽しみにしていただければなと思います。はい、それではね、こちらのノコギリクワガタの、産卵セットの方法の動画になりました。ご視聴ありがとうございました。またね、他の動画でもね、いろんなクワガタの飼育方法について、まあ、いろいろ、まとめた動画を出しているので、よかったらね、他の動画も、見ていただけたらいいなと思いますので、よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。また次の動画もよろしくお願いします。失礼します。後日談になるんですけど、こちらね、セット組んでから10日間経過して、こうやってね、裏を見てみるとね、こことこことこことここにもうね、産卵卵が確認できてるんですよね。はい、なので、まあ、これね、結構メスがね、卵を産んでくれてる証拠なので、産卵セット自体はね、成功だったと思います。まあ、この状態でもうね、3週間もすれば、この卵から幼虫が孵化してくるので、その頃にね、このケースをひっくり返してあげて、幼虫だけをね、回収する、幼虫と卵をね、回収するっていうことをやっていきたいと思います。またね、その頃にはね、このノコギリクワガタのこの産卵セット割り出し動画を出そうと思いますので、楽しみにしていてください。それでは、ご視聴ありがとうございました。失礼いたします。